さあ始まりました。なチャンネル。ジャパンダートダービー。デッドアライブ。世代の頂点へ。ダートの世代の頂点が決まります。この動画の目的なんですけれども、ジャパンダートダービーの有力馬がですね、デッド来ない馬、アライブ来る馬なのかというところをですね、検討解説していくというのがですね、目的になっております。 出走予定場はこちらの通りです。ということでですね、JRA 所属場、このですね、JRA 所属場について見ていきたいというふうに思っております。まずはこの馬、カフェファローについて解説してまいります。ということでですね、参戦参照の怪物がいざ世代の頂点へまっしぐらというところですね、カフェファローについて解説してまいります。この馬ですね、 本当に一つだけ特徴を挙げさせてもらうとすれば、前でも、控えても、非常に素晴らしい競馬ができます。ということでですね、競馬センスがあり、そして爆発力があり、スピードも兼ね備えている、3拍子揃った完璧な馬だと思っております。この時点では、ほぼほぼ負けるはずがないので、アライブ、しかも3つつけさせていただきます。 続いては、北のオクトパスについて解説してまいります。ということで,ですね、この馬非常にですね、安定感のあるようなタイプになっています。前走はカフェファラオに大敗してしまいましたが、フェノーメの3区で距離延長はですね、非常にこの馬にとってはプラスになるんじゃないかなというふうに思っております。ユニコーンステークスの1800メートルからダートダービーの 2000メートル。これはですね、非常にプラスになってくると思います。角は下ですけれども、アライブ。一つだけつけさせていただきます。続いては、ダノンファラオについて解説してまいります。この馬ですね、安定感のないタイプで、前走14着という成績でした。ということで,ですね、ソノダではですね、地方馬に圧倒的な力差を見せて勝ったんですけれども、やはりですね、JRA に入 るとやはりリズムよくいけないと脆いです。j r a の馬たち強い馬たちがいるとリズム良くいけないことがあってその分脆くなってしまいます。今回は強い馬がいますしデッドでいいんではないでしょうか。続いてはビュード版について解説してまいります。この馬ですねダートではパーフェクト連対パーフェクト連対を継続中でございます。 客室も自在で先行してもよし、差し込んでもよしというですね、非常に優れたタイプです。カフェファラオの介護官のような存在にはなるんですけれども、やはりダートの安定感ではこの馬、一つ抜けているんじゃないかなというふうに思っております。ということでですね、アライブは2つ付けさせていただきます。 続いては、バーナード・ループについて解説してまいります。ということでですね、兵庫チャンピオンシップの勝ち馬なんですね。園田で、えー、兵庫チャンピオンシップを勝っております。地方馬には本当にですね、圧倒的な力を見せつけました。しかしですね、やはり JRA に入るとそこまで、えー、目立った成績というのはですね、残せていません。やはり JRA の強い馬たちと戦うとなるとそこまで押せるものはありません。 ロードカナダー3区でですね、2000メートルはギリギリかもしれません。ということでですね、弱気のアライブを1つだけつけさせていただきます。続いてはですね、フルフラット、フルフラットについて解説してまいります。このままですね、ユニコーンステークス6着でした。カフェファラオと北ノクトパスに、とデューバンですね、に負けている6着なんですけれども、これはですね、1つ。 カフェファラオをマークしながらですね、勝ちを意識して、勝ちに行くぞという競馬をしてですね、6着になってしまいました。ということでですね、この6着っていうのはそこまで評価を落とす必要はないのかなというふうに思っております。ということでですね、カフ,カフェファラオとですね、格付けというものはですね、済んでしまったというですね、見解もあると思いますが、今回ですね、着順を上げてくるのは 明白ではないかなというふうに思っております。ということで、この馬、フルフラットはアライブ。しかも2つ付けさせていただきます。続いては、宮地国王について解説してまいります。邪道路線組の猛者といったら、この馬ではないでしょうか。負けた前々走は、位置取りが少し後ろしすぎただけでもうポジションがですね、1つ2つ前だったら、間違いなく、 勝てていたんじゃないかなというふうに思っております。ということでですね、勝ち負け、今回勝ち負けではないにせよ、大いに馬券に絡んでくることはですね、考えられます。この馬もですね、アライブ、ガツつ付けさせていただきます。デッドとアライブ、これをですね、分けていきましょう。ということでですね、ダノンファラオ、そしてその他、地方馬については、今回、デッド、キリでいいんではないでしょうか。 アライブですね。アライブはカフェ・ファロー北のオクトパスデュードバンバーナード・ループフル・フラット・宮地国を。この6頭がですね今回アライブとして馬券に入れていきたいなというふうに思っております。枠順確定後に絞るのがとても大切です。ということでですね今はとにかく手広くですねアライブの馬を決めておきましょう。 そしてですね、ここから展開や枠等々でですね、絞っていくのが非常に重要です。切る馬をしっかり見極めていきましょう。チャンネル登録で展開予想の第一歩、グッドボタンをポチポチしてください。